上がってきな。始めましょう。すごいのです。すんなり見つかったのです。おお！おかげ返せ！すんなりとはいかないってわけね。背中さすったら吐き出さねえかな。やってみたら？ゴーゴーなのです。なし！こいつの背中どこ？そこか。
丈夫？力を貸すわ。癒しの光。マジで予言通りってこと？そうね。お姉ちゃん、あんまし嬉しくないの？うん、そういうわけじゃないけど。なんか急に静かになったね。さっきのやつを倒したせいなのです。何？地震？嘘！すごく大きいかも！なんじゃそりゃ！もしかしたら！また流されるの？まずいのです！第12幕ゲコプヨパニック。だから死ぬっての！トラウマになるのです。もう見逃されるのは嫌。どこ？ここさっきまでの場所と全然違うね。とりあえず辺りを調べてみよう。こわ、底なし沼みたいじゃね。このまま進んだら危ないね。ゲコ。何このカエル。なんだこいつ、普通のミラージュじゃなくね。ゲコ。なのです。ゲコです。え、まさかわかんの？当たり前なのです。これは東土の呪いにかかった人の言語なのです。人なの？当たり前なの？そうなのです。ゲコです。ゲコか。なんだって？どうやら
あそこの金色のカエルに呪いをかけられたようなのです。じゃあ、あれをやっつければいいのか。そうなのです。まずはいつものようにガーデンジェム化するですよ。よし、任せとけ。逆にカエルにされないようにね。俺一人で行くの？二人ともカエルにされちゃったらまずいでしょ。おお。マジで助かったぜ。よかったですね。あんたたちは命の恩人だ。あ、俺はスノー。この沼地にいるぷよぷよをぶっ飛ばしに来たんだ。だけどその途中でさっきの金色のカエルを見かけてよ。なんか珍しいなって触ってみたらカエルにされちまった。それで一生カエルだったらどうしたもんか。俺って虫食えたっけなとかいろいろ悩んでたらあんたらが通りかかったってわけだ。いやー、ほんと助かった。ありがとうよ。ちょっとツッコミどころがありそうだけど、まあよかったな。ラーンにツッコミどころを見つけられるなんてなかなかの人なのです。で、あんたたちはどっから来たんだ？ニブルヘイムからここまで流されてきた？そりゃあんたらも大変だったな。しかしニブルヘイムってこの上の大陸だろ。よく生きてたな。俺らもそう思う。てか、もしかしたら慣れ？慣れたくないよ。そしてこの辺りのぬかるみで出口も探せずに困ってたところなのです。まあ確かにここらのぬかるみは普通に歩こうとしても無理だな。じゃあスノーはどうやってここまで来たんだ？こうすんのさ。
ゴ。スノーさんって召喚師なんですか？サンはいらないって。スノーでいい。それと召喚師ってほどちゃんとしてるわけじゃねえんだ。お、まあそれはいいって。それよりそっちはどうすんだ？ここから出たいってなら案内すっけど。スノーは最初に言ってたぷよぷよをぶっ飛ばしに行くの？そうだな。こっからならそんなに遠くねえからな。それってミラージュ？ああ、ちょっと因縁があるやつだ。なら俺たちも手伝うや。お、いいのか？私たちミラージュを集めながらの旅なので、ミラージュをぶっ飛ばすのに付き合った方が得ってわけです。へえ、なるほどな。じゃあ一緒に行こうぜ、あのムカつくぷよぷよをぶっ飛ばしに。バシッと決めるよ。マジで行くぜ。ミラージュ、なんで急に飛び出してくるんだよ。なんかそういう習性なのかな。俺が修正してやる。すごい泥棒なんだね。ものすごくうまいこと言ったと思ってる。勝利だね。
じゃあ始めるぜ。戦闘開始。Thank you.
り開始。チャンスかな。